はい、ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。トロです。はい、というわけで今回はですね、はい、こちらキョンセット2020 3泊ずつ、はい、用意してですねドラフトをやりたいと思うんですけども、今回ちょっと2人ということで、まあ、2人でドラフトをやる方法があります。その名もウィンストンドラフト。ウィンストンドラフト、イエーイ。無理やり盛り上げたちょっと動画慣れしないんじゃないかってはい、というわけでですね、まあ、2人で、まあ、ドラフトやっていこうと今回思っております。というわけでですね、まあ、まず早速どういう風にドラフトしていくのかっていうのをね、まあ、紹介していきたいと思いますので、ちょっと画面を切り替えて説明したいと思います。いっす、いきましょう。はい、というわけでですね、まあ、お互い3パック用意しているんですけれども、はい、まあ、この3パックっていうか、まあ、合計6パックですね。6パック、まあ、まず開封しちゃいます。ただし中身は水水というかね、3パック開封で、そして、まあ、全部こうやってお互いのカードを、ね、全部一個の山札にしちゃいます。はい、はい、で、これをよく切ると。よく切る、はい、はい、というわけでこんな感じでシャッフルした山札を作ります。はい、はい、そしてまず、一番上からこういう感じで3つカードを置きます。はい、というわけでまずは、山札から一番上からですね、こういうふうに3つカードを置きます。まあ、ちょっと説明するね、僕が先行やりたいと思うんですけども、まずどういうふうに取るかっていうと、まずカードを、まあ、一番上デッキの一番近い方からカードを見ていきます。見て、もしこれが欲しいカードだったらそのまま取っていく。で、取ったら山札の一番上から同じところに置いていくという感じ で、それで対戦相手に、まあ、ピックする順番が回っていくという感じです。で、もしこのカードいらないよ、取ったカードいらないよってなったら、そのまま置いて山札の上からこれ重ねます。で、ここのゾーンが2枚になる。で、真ん中の弱めのゾーンを見て、まあ、これも欲しかったら取って置いていく。もし欲しくなかったらまた置いて、そのままにして1番目に置く。で、3番目を見て取るか取らないか決めて、取らなかったら、まあ、1番目に置く。3つともどれもやらなかった場合は、山札の一番上のカードを強制的にピックするっていう感じになります。試される、右手力。そう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 、3つともいらんってなったらね、そうなってしまう、完全運ゲーだっていう感じになって、で、まあ、こう重なったカードが重なった状態で、まあ、対戦相手がまた見る。新たにカード加わった状態で相手が見て、まあ、いらなかったら置いていって、まあ、欲しかったら取っていって、またこうやって置いていってっていう感じで、まあ、いらないゾーンではどんどんカードが溜まっていって、まあ、結構選択肢がもらえる、色も分かりづらくなるという感じで取っていくのがウィンストンドラフトです。まあ、このウィンストンドラフトなんですけど、結構対戦相手持ってるカードが分かるようで分からないっていうか、1枚は分かんないですから、はい、そうそう、1枚見てそのまま置いてそれを取ったとしても、一番上新しいカードがあるから、そのカードでピックしたのかなって思う場合もあるし、まあ、結構ね、実は相手のこと分かるようで分からないっていうのが面白いところかな。まあ、結構ね、取らなかったカードが、相手がどんなカードを取るのか結構推測するのが面白いかなって。逆に相手のピックをね、邪魔したりとか、あえて残すとか、ね、そう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 。はい、というわけで、まあ、じゃあ早速やっていきたいと思いますじゃあダイスローでいきます。はい、44はい、はい、6、 じゃあ6ということで、ゼロの先行、はい、先行もらいます。先行で、はい、じゃあ1個どうぞ。はい、こちらね、お、いらない、早速もし遠くの方がいいか、あえて残す、残す、あえて残す、あえて残す、早速、お、早速右手、うん、早速運ゲーさん、お、引いたのは、はい、どうぞ。はい、というわけで2枚目、スライディング、こいつです。結構いいか、いや、悩ましいが、僕はあえてする。マジ？見ます。今この山の1枚目は、うん、まあ、2人で共有して、うん、見て知ってるか。それでいてあえて残すっていう。じゃあこの2枚取ります。はい。はい。はい、というわけでこの、まあ、相性のいい2枚という。1枚取りました。まあね、あんまり欲張らず、あんまり欲張らず。まあ、取ったカード1枚知ってるんで。やば、どうしようかな、これめっちゃ難しい。あら、また手帳目から手帳割りはい、OK です。はい、この4枚取ります。はい、じゃあ置きます。
そろそろしっかりピックしていかないかな。まあなんか結構幅広くピックしたような感じになりました。これ3枚セットなんですけど、もうこいつでいっちゃおうかな。まあ悪くないんで。この2枚だけすごい点数高くと思います。小走りが欲しい。またいや本気でまた言ってますけど、じゃあここ行こう。お、マジ、はい、ちょっと面白い転換切り。いやなんかね、すべて行きたくなってしまう。あれもこれも欲しくなってしまう。あれもこれもこれもみたいな悩ませてくる。ここに来てまた全部ちょうだい。じゃーん。そろそろでもね、決めないとって感じで。いや、決まってないんですか。アホでしがさいよ。はい、デッキじゃなくなる。マジでやばい。どうしよう、大丈夫ですか。横にずれすぎた。いやー、さよなら。はい、ありがとうございます引いちゃった、引いたな。引いてるぞ、これおそらくウルトラカードと引いちゃったこいつ。はい、じゃあ申し訳ない、いただきます。はい、こちらですね。まあね、これ取るかどうするかって話を。いやー、押し付けたい、これも。押し付けたいですか。押し付けたいです。じゃあいただきます。はい。いや、じゃあ、どっちだろうな。どっちだろうな。まあ、こっちから見て。これね、どっち誰も知らない状況。1枚増えて、欲しいカードもあるんで。渡したくない。え、渡したくない、これを。なるほど。なんでいただきます。お、そしてラスト。ラストどうぞ。いや、もうこんなのすごい決まってるじゃん。はいはいはい、ということでじゃあこれでデッキを組んでいきたいと思います。はい。やべえ、途中さ、もう欲張りおじさんになっちゃってさいただきます。7枚。まあここならこれはいいですね。ひえ、マリガンしようかな。マリガンしないです。しない、しないです。ない、はい、勇気の大きい。はい、1枚1秒。お、しかもいいトップ。違くさんよサソリおしまい。11摂氏。うわー、やばい、これはまずい。ニワナでピラニアです。お、こんなピラニアどうでもいいのでは。え、潜ってるから接し効かないかない。託します。くれます。さすがにあと19回。あ、19回ね。すごい、さっきもやばっす。白悪い顔しちゃった今。いや、そんな年が止まっているジョルノ君をいじめるなんて僕にはできないよってアタックするんだけど。じゃあ庭で良き、はい、エンドジン打たせていただきます。挟んないでメインゲットもよかったです。加えて、はい、もらいます。一番伸びてどこやろ。ハンド的にそんな変わんない。いや、白が出た。わ、来た資料。
ソイ君仕事しないか忘れなく、はい、そして死に残し、はい、トランプ、ってなトランプもさ、ってな、はい、はい、それでは入って、入ってきた、入ってきた、しかもいいのが入ってきた、はい、まあ、殴れないですからね、ピラニア最強、ピラニア君が強くて、まあ、これはまあ殴れないが、サバンナの方では誰か、ピラニア、サバンナにいないですね、ないアマゾン、アマゾン、アマゾン、アマゾン代表、サンマのでああ強い、やめてやめて、困った、3点、終了、いやーちょっと、サソリの3ターン巻き返し、一瞬だスリアタックするしかないですね、はい、いただきます。ただナイツで勝ってる、お、はい、払います、よ、殴っていいの、でかくなるよ、はい、当たります、はい、6点ですよ。バグまさかのクロック。ついにバグズが決まって、はい。ガンガン最新ライフを失うときに、これは1番目が加えていくと。3番目で、大山にこれ。あー、です。終了。よし、詳しい。詳しくん。これはちょっといかないか。成長しました。はい。はい。はい、はい、じゃあ1点は通します。12点で2点がじゃあトランプルで、はい、で死んでから1カウンターをで、出たんで、うん、はい、おー、ちょっとうまい、うまいマイクは、マイクマイクか自分のうまぶりセンサーが発動して、ただマシ君衝撃のクロック、え、2枚はやばいわ、うわ、とりあえずこの歌います、はい、これです。ポリゴやばで、カウンターが3、7、7、しばりで、終了です。すごい、すごい、生き生きとしてる、やばい、生き生きとしてる、はい、やりますか、ドルメコンカード、1枚戻して、はい、はい、どうぞ、いただきます、停止終了、はい、はい、1枚お願いします、ドロー、あ、でもドラフトのボンドマリガンはいいな、そうですね、あ、島を置いて、一緒です、なんか構築だとコンセプトがしっかりしすぎてて、なんか戻すかすげえ悩んだけど、ドラフトの場合はなんか結構まちまちだから、え、強くないそれ、テレトリー戦23マナで12、おや、トモハッピー本当はトモハッピーだこれ社長室にね、なんか拡張あってトモハッピーだっていただいたファンだから、そう、置いてあるよね、トモハッピーか、やべえ、ぶっ飛ばなきゃP が入ってますね。さあ、飛ばしになって、ネタンで点2。はい。つえ。そしたら。はい、おしまい。はい、もらいます。まあ、2、3っていうサイズ悪くはない。悪くないですね。ひぃ。しょうがないか。終わったります。はい。とりあえず2点。18。点2入ります。点9伸ばし。あー。で、ネタンで。はい。2枚。どっち？あ、どうぞ、今日いいですね、終了です、はい、ハッピーやるやね、やるやハッピーじゃないよ、ここは復讐に消えた船長やつえかな、船長かな、はい、こちら、はい、はい、もらいます、ドロはい、あー終了の場所に終わります、はい、読んで終了です。カウンター乗ります。はい。やばい、ドラフトうまいぞ。ドラフト、うまくや。ドラフトうまく。食いしめる吸引。はい。3点与えて、最低ゲイン。
17で2マナで付属も、はい、おしまい。おまじにビートダウン始まったな。お、またやります。はい、見て、はい、終了。お、止まっているな。これは、まあ、全マナでプレビューは先日先に回復します。そうですね、次に先日先に回復します。こちらも、なるほど、下です。うん、ドンスドンスを加えまして、はい、今ので装備してしまいます。はい、ハッピーハッピー、プロイエス。ハッピー対応すればいい。音声レース、おー強い。で、青のクリーチャー出したんで2枚。これはい、また回収しちゃうよ、グレブディガーで。いやいやいや、はいはい、どうぞ。はい、竹野です。はい、そしてじゃあ先頭で、はい、モンスターニアとか、はい、まくらいます。16で、6、7でドンソー、ドンソー、ドンソーですね。はい、全部下、はい、全部下。さっきね、ケアケアケアしてる。確かに大事だからつってハッピーケア。ハッピーケアしてる。もらいます。ロー、タタン、ゴマナで、でかい、これ、岡月の木。え、強い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 。え、ちょっとピック強すぎない。はい、で、出たとき、どちらにないかマネで一つを対象として、まあ、破壊して、三三のボリューム作れます。いや、まあ、小橋銀かわいそうで、ここはどうでもいいんで、まあ、どうもそう。うわー、くれよ、さすがにくれよ。強46か、46超えられないんや。またあります。3点。はい、終了です。え、今の俺らでは超えられない。これ、なんて、2個やってました。じゃあ、そう知っておくけど、はい、どうしよう。今のこれで装備して、今まで今まで1日ほぼバリア。カードなくてさ。カードなくて入れざるを得なかった。自分で緑取って、対策カードを自分で取る。あ、プレイングプレイング。うん、うん、はい、おしまいです。はい、もらいます。よっ、7マナで、はい、隕石ボール。おー、強すぎるんだけど。雑魚下がるよ、これは。レイブディーガーで回されてもめんどくさいんですけど、まあ、単純にさ、でかいんで、防衛も。ちょっと岡月の気が殴らないでください。はい、じゃあ2体です。いや、でもまたあります。マジか。どうかな。そして3点。はい、9、終了です。いや、自然投資。はい、そしてで、そら、そらした、下しか下しかですね。自然投資つけて、はい、締めてもらいます。これで、高槻の機械が一応止まりました。はい、ここが止まった。はい、ちょっと、また行きます。はい、本体グレー見たかな。で、はい、残り6。いいっす。残り6、終了です。残り6。おっ、クレイブディガー、おっ、あっ、なんでマジックマイか、君、もしかしてマジックマ太郎か。おしまい。ウェイス、もらいます。今回ちょっとジョルノ君がただ気持ちよくなるだけの気がするな。どうします。ここで暁の騎兵を突っ込ませて隕石合流も回収してもいいんですけど、その方がで、アートファクトがエンチャント解説するし、シュシュシュ、アンチマリがすごい生きてくる。まあ、すごい、お願いします。まあ、ちょっとね、他にも優しくしたいな。じゃあ、まあ、サイレ。今度、ここまであります。3体頑張っていいか。これ、しないとしない。はい、ダメ。残り1。ええ、こちらです。切り札、ドンソーだ。ドンソー、セーフ。
返事します。はい、どうぞ。蒸した。おしまいです。はい、もらいます。ドロッ。はぁ、って書いて。まあ、コンバットで。はい、みんなで。わかりました。というわけで、ウィンストンドラフトいかがでしたでしょうか。まあ、今回はちょっとね、ボロボロにボコボコにされてしまったんですけど、いや、最後ひどかったけどね。暁の騎士、隕石ゴレム、隕石ゴレム、人のやることじゃない、さすがに。しかもハンドには蒸気の輝きみたいなね。もうね、めちゃくちゃそうね、ジローのことね、呼んでよかったなと思います。あ、ちょっと俺がね、ちょっとやっぱり聞く段階で反省したことは、ちょっとやっぱ本当に、ね、いろんなカードで欲しくなっちゃってそうね、浮気症だったね、さすがに。バイキングとかで、いろいろ取りすぎちゃって、結局全部残しますみたいな。そう、なんか食べきれないよみたいな、ね、本当ね、だからね、やっぱ浮気症のやつはね、いつか制裁を食らうということで、反省と反省点として、まあ僕みたいにちょっと配りは良くないんで、はい、そこはね、皆さんは同じ二の鉄を踏まないようにしていただければなと思います。というわけで、まあ2人でできるドラフトを今回紹介いたしました。はい、そのドラフト、まあ結構ね、まあ、とにかくやってるということで今回やったんですけどね、まあ、この後ね、GP チューバーとかあるんで、うんうん、なんかその時結構商品でパックもらったりするんだよね。あ、そうですね、うんうん、で、8人集まらないこととか、まあ多分ね、よくあると思うんで、ね、それでなんかみんな友達の間でウィンストンドラフトとかしてみたりとかね、するのもいいかもしれないと。シールドとかドラフトの練習も全然ウィンストンドラフト、うん、すごい良くて。というわけでウィンストンドラフトでした。はい、ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた。